今夜は出演者のおすすめ機種を楽しく紹介。しかしゆうみちゃんだけある機種にリベンジ。果たして結果は？え、金だよね。さあ今夜も始まりました。皆さんこんばんは。さあ今回は天外与次郎店に来ておりますよ。今日ね、うん、また先週に引き続きちょっともつさんいるんだけど、うん、なんか今日普通すぎくないですか？普通？いやいや、ゆうみちゃんから見たらもう普通ってことなんでしょうね。うん、まあ、だって鼻がないというか、ほんとザ普通ですよ、ね、テレビですよテレビ。いや、前回の以上でもよかったんですけど、今回普通で行かせてもらいます。いやいや、お前俺の幼稚園児の過去に比べたら全然マシですね。皆さんあれはすごかった ね、 ねえ、ひどいでしょ。そんなことはどうでもいいですよ。まあ、今日ですね、はい、あの何も言われてなくて、あれ何ですかそれ、またこの投げやり感、もう自由にしていいですよみたいな感じらしいですよね。はい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 、雨も降ってますしね、うんうん、もう適当にしてくれってことでしょ、うちのスタッフが。何も考えてないさっさと帰りたいからみたいな。まあでもな、天外与次郎店ですよね。どうしようかな。バラエティが豊富なんですよ、天外与次郎店、うん、バラエティ機種が、ね、はいはい、ちょっとね、たまにはこう自由に自分の好きな台を紹介してみようじゃないかと。おお、うん、ほら、あんまりほら出てないし、もつくんも、はいはい、はい、今日2回目です ね、 ね、はい、だからどんな機種が好きなのか、どういう人なのかってね、まあ興味ないと思うけど一応その手でやってもらおうかなと思います。あ、まあ、じゃあなんかこうパチタウン TV コレクションみたいなね、まあ企画名とかこう口でね流行らせてもらって、横文字を入れてカッコつけたがるのよ、ゆみちゃんこの男。本当です ね、 ねえ、なんだよパチタウンコレクションって。いやいや、いいじゃないですか。でもなんかヤグッチみたいな、あんなのなんか格好してるあんなよりはまあいいと思うんだけど。あんな呼ばわりするんじゃないよ本当に。 あなたそんな言うけどね、天外与次郎って皆さんも覚えてると思うけど、うん、あなた前回やらかしてますよね。あ、天外与次郎店の、あ、オンエアで見ました。見たでしょ。見た見た見た。ええ、あの大和を売ってね、フルーツ柄を外すという失態を犯しまして。今月の初めに放送したパッチタウンダービーで CRF 宇宙戦艦大和オンリーワンを売っていたゆうみがフルーツ柄を出したのですが、出しただけでもすごいでしょ。いやいや、そんなんだったら俺もう毎回活躍だ、大活躍だ。激アツばっか出して全部外してんだからお前。一緒じゃん。そういう番組じゃないんだよ。パチンコパチスロバラエティ番組だから。そうですね、ちゃんと大当たりしてんのを見せないと意味がないんです、うん、分かりました。だから何なんですか。だから今日はリベンジしてもらう、ゆみちゃん。ゆみちゃんももう、え、私は好きなのを売ってんじゃない。いやいや、もうな、ストップドンストップストップ。ゆみちゃんはもう今日はヤマト一択です。あ、賛成、僕も賛成です、ね、もう選ぶ権利ないみたいな感じ。いやいや、ちゃんとしっかり大当たりを見せないと終わらないですから、うん、これずっと続きますよ、大当たり見せるので。今後も、はい、今後もやめてよ。ヤドゥーともつヒラミネが好きな台を実践する中、ユーミちゃんは宇宙戦艦ヤマトに再チャレンジ。ということで今回訪れているホールはこちら、天外与次郎店。パチンコを640台、パチスロを400台設置する大型ホール。駐車場は屋内なので雨に濡れる心配もありません。店内の空気清浄機などの設備も充実しており、快適に遊戯することができますよ。さあ、私はリベンジということで、宇宙戦艦ヤマトを今回も打ちたいと思います。なんでかね、ヤドゥさんのせいでヤマト打つ羽目になったんだけど、まあリベンジということでいいのかな。台との相性がとにかく良くないみたいだけど、ここは一発いいとこ見せてよ。さあ、ということで僕たち2人は横並びですが、まず持つヒラミネ、私はですね、こちらフランキーセレブレーション、こちらの方ですね、今日は実践していきたいと思います。いろんなね、初心者の方でも打ちやすい台だと思うんで、今日はそういったリーチ目などもですね、見せていければと思います。クラセレ好きは俺の方が好きなんだけどな。どっちかっていうと花火とか好きでしょう。あ、まあもう花火とかから入ってるんで、まあ花火とかも一周して今まあクラセレに入ってきてますね今。なるほど、はい、まあまあ見せてもらいましょうよ。そういう矢部さんは何を。え、私はもうご覧の通り KP さんが出してるマージャンファイトクラブ2でございます。まあ、ちなみに僕の台は通常時はもうリプレイかレア役とヤドゥが解説し始めたところ、入れてんじゃないよリーチ目に。なんだよその綺麗な下段赤なな。これが俗に言うゲチェナですね。まあこれで本当は1回外したんですけど、ここに
コンドルが止まればレギュラーと。鼻がある人はビッグです、ここで絶対鼻があるならね。これはもうもしかして、はい、化けですね。花がまだ咲いてないみたいですね。それでは改めてヤドゥの解説を。まあ基本的にはリプレイレア役を引けばチャンスです。で今マーザンでいうテンパイ、あと1手ウノだったらもうウノの一歩手前ですよ。それと一緒。要はこの今4のピンズ、数ピンが来れば当たりなんですけど、残念でした。この後いろんなチャンスゾーンに行きやすいので、ここで何を引けるか。特訓そのレイジュ来た。さあレイジュチャレンジ、チャンスゾーンの中ではまあ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 な方です。お、ちょっと待って、やばい、フリーズある。まあな方です。お、ちょっと待って、やばい、フリーズある、フリーズある。あー、レア役だ。びっくりした、フリーズかと思った。わ、でかうし、しかも160ゲームスタートはでかい。ああごめんな、取れ高 OK です。ちなみにね、これ40ゲームスタートの方が多いんですよ。160ゲームスタートってなまあないです。これはでかい。いやもうこれは素晴らしい。ちょっと待って、あれ、しかもプラス80。ああ240ゲームスタート。大量の初期ゲーム数で ART スタート。大当たり中は一緒、もう通常と。今日はリプレイが揃うので、レア役またベルナビなしの、これでこの牌を開けていきます。で手役をどんどん作っていく、上がったらまた上乗せしていく、こういうゲーム性な。もうこれ繰り返しです、麻雀好きな方には特に。でもちろん麻雀は分かんない方も全然楽しめるんで。で今出たこのこちら、今黄色、これ緑、赤ってなるんですけど、これツモンって言って引いてくる牌が良くなる、運気が上がっていくんです、どんどん。だからこれも赤に行けば行くほどいい。さてヤドゥから一旦離れて、こちらヤマトにリベンジしているユミちゃんはというと、あるダメかい、期待させてよね今。予想通り、ユミちゃんは今のところ苦戦中。さあ次は持つヒラミネ。さあ、新しいリチ目出ました。こちらですね、真ん中にチェリー止まってますけど払い出しありません。こちらですね、チェリー役ではなく鳥頭のボーナスが成立した出目になります。なのでこちらはトリビッグもしくはレギュラーの目になりますね。真ん中コンドル、こうなるとレギュラーの可能性が高い。はい、2回目のレギュラーと、ビッグ来なさいよ。ヤドゥの方に牌を3個以上獲得できるセクシー R が。これね、好きなジャンシを選べるんですよ、この3人の中から。そのチャンスだから、どっから押しても、中押しでも逆押しでもいいんですけど、まあ、ちなみにもう僕は決まってる、高宮マリプロ、これもう一択です。あー来た、たまらない。やったね。しかも今日チャンス目。さあこれで一気に13個溜まったんで、これで対局開始、要はバトルになります。お、巨匠剣山でございます。これに勝ったらでかい、特化ゾーンに入ります。しかし巨匠が相手というだけに、そう簡単には勝たせてもらえず。いや弱い、弱いよ。ヤドゥは引き続き ART を消化することに。そしてユミちゃんに驚愕の展開が、なんと4大キーポイントの。好きな台を好きなように紹介する今回の企画、ヤドゥは麻雀ファイトクラブ2で ART を消化中。先生ボタンプッシュ。
熱い。正解。はい、これで大当たり。しかもドラ、赤いドラは一躍上がるのででかいです。マンガン、この手役の数でプラス40ゲームと。これがさっき言った通り、手役がでかければでかいほど、しかもときめきモード入ります。ときめきモードは上乗せもしくは特化ゾーン突入の高確率モード。この服のアイコンはピンクだと獲得ポイントが大きくなりますよ。いやこれか、どう服ときめきポイントを多く獲得すれば、この後のときめきチャンスに成功し特化ゾーンに入ったりするわけだ。要はプロ雀士の方とデートをします。まあ言えば告白が成功したら特化ゾーンへ行きます、もしくはゲーム数を上乗せするかといったところ。麻雀を打ってない時のプロ雀士を見れるのがまあたまんないわけですよ。楽しかったってこと、楽しかったでしょ。やばいです、やばいことが。まさか特化ゾーンに、うわ上乗せだけ嘘だ、ありえない、いやところがさらにチャンスが。ごめん、大チャンスだわ。え、大チャンス、強チェかな。はい、強チェ三連チェリーなのでこれで揃います。13杯さあ勝負、よし、さあこれで大当たり。ヤドゥは実に楽しそうだね。あれ、そういえば持つヒラミネの方は、ちなみにさっきからスイカばっか揃えてますけど、ボーナスよりスイカに愛されるもんで、まあ見てくださいよ、今もですよ、大当たりとかなんかやめろよお前、おい外せやそこは、勘弁してくれ、もうスイカお腹いっぱいだよ。持つヒラミネがスイカに愛されることが分かったところで、最後にユウミちゃんの様子を見てみましょうか。なんと4大キーポイントの10ゾーンが。これはフルーツ柄に匹敵するほど熱い演出。はい、そこから3回目の疑似連が。これあるでしょ、見間違いじゃないよね、これ当たるっしょ。4大キーポイントに金文字が絡む激アツの展開。ほら綺麗だね。ヤマトとの因縁の対決に終止符を打てそうなまばゆいばかりの金文字。いやでも 2.5、 はい、期待度の高いストーリーリーチに発展しますよ。ゆうみちゃん、待望の大当たりに疑う余地なし。さあ、え？いや、ない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 、いや、これはまさか奇跡的な光景に誰もが言葉を失ってしまい、なんか来たし、ここは出演者同士で後の処理を任せることに。いやいや、だってなんか当たってないって、当たってないから一気やってくれって言われた、今また外したんでしょ、なんか熱い。そもそも今日さ、フルーツ柄出した、出してないです。これですよ、だって来てるのが花柄だもん。フルーツっぽくないですか。そこはフルーツ柄を着てこないと出せれないでしょうよ。まず洋服のチョイスがまずダメ。そんなフルーツ柄の服なんて持ってない。迷彩の地味なおっさんからなぜか服のダメ出しを。こっちは楽しんでるからね、何も言えねえ。ということでゆうみちゃんの出番はこれにて終了。ラストチャンス、結局一番楽しめたのはヤドゥ。その後も上乗せを続け、ダッシュ、分かった、ギリ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 セーフ。ゆうみちゃんの問題は後で解決するとして、
皆さんもぜひヤドゥみたいに麻雀ファイトクラブ楽しんでみては。終了です。よろしくお願いします。さあ実践終了しました。はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。それでは各自、はい、では私からいきましょうか、はい、いやもうクラセレね、ビッグもなんとか引けましたし、うん、もうスイカが豊作でね、いやもう子役にしろボーナスにしろもう存分に楽しめました。いやいやいや楽しめました楽しめました。そもそも最後のビッグが多分映ってない可能性もあるから視聴者の方はえ何言ってんのこの人ってなってる可能性もあるからね。その時はですね、大人の力をさせていただければと思います。なんで大人の力ってやめろそういうこと言うの。そんなのあるな。あなたも笑ってるけどね。えどうだったんですか。いや宇宙の平和守るのって大変ですね。何を言い出してんの突然。大変でした。大変だった。あなたのヤマトは頑張った、うん、頑張りました。はい、戦艦ヤマトも頑張りましたし、私も頑張りましたし、うん、いやいやそういうの聞いてた。平和を守ってきました。当たったかどうか、平和とかどうでもいいんですよ。別に、うん、出したのフルーツ柄とりあえずそんな簡単に出せるわけないですよね。いや逆切れですか。逆切れですか。普通に考えてですよ。でもですね、私4大キーポイント出したんですよ。はい、あの 10ゾーン出しましたし、言い訳タイムですよ、言い訳タイム、あの、はい、金ヤマト発進、はい、出したんですよ。はい、まあ大当たりはゼロ。ゼロですね。ひどいな。今回あのフルーツ柄私出せなかったけど、はい、今度私提案があるんです。何ですか。みんなで、はい、宇宙戦艦ヤマト打ってフルーツ柄出すまで帰れま10やりました。某番組みたいになってるじゃないか。だってさ、こんだけ私にフルーツ柄フルーツ柄って言うなら当ててみろって話ですよ。見ました、この開き直りと逆切れ具合。気持ちいいぐらいですよ本当に。じゃあいいですよ、じゃあ今度じゃあまた企画でやりましょうよ。ああぜひぜひ。フルーツ柄を出すまで帰れま10、はい、本当に帰れさないからね。ガチでやるよ俺、うんうん、いいですよ。俺そういう嘘つくのが大嫌いなんで、うん、フルーツ柄出した人から帰りましょうか。一人ずつそうしましょう。うん、やるのかどうかわかんないけど本当にあるかもしれませんので、はい、皆さんぜひご期待ください。次回のフルーツ柄をお楽しみということで。どんな終わり方だよ本当に。このレジャーシート、うん、いつランクアップするんですか。そう、ね、ずっとこの状態室内で多分その番組に感想とかもうちょっとやっぱりたくさんあってランクアップさせてくださいみたいなそういう意見があれば、うん、視聴者の皆さんが3人をランクアップさせてくれてなかなか難しいですよ。もう本当に感想でも何でもいいんで上の方に応募してください。はい、ぜひね。椅子が欲しいですよね。そう、椅子あるんだよ、ここにだって。そうそうあるんだよ。あるけど座っちゃダメなんでしょ。何のタウンですよね。本当にせめてね。そう、え、カンペが。じゃあ、一人ずつ10秒あげるんで PR してもらいましょうか。なるほど。ですって、うん、PR?あの応募お待ちしてます的なあの番組の感想いいのかな。じゃあ、うん、その応募してくれるような PR をしなきゃいけないってことね。よし、じゃあやろう。わかりました。1人10秒、じゃあめいちゃん、めいちゃん、はい、私から、はい、OKOK、 ちゃんと頼むで。はいはいはい、いきますよ。みんなおい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 、やめろ、ちょっとちょっとちょっと、やめろやめろやめろ、なんでなんで、なんで今のよかったから。うそでしょ、ほんとに。近いな。お尻が痛いんで応募してください。腰が痛いっていう理由お願いします。ちゃんとね、ちゃんと PR してる。とりあえず、とりあえずあのランクアップするとこうなるっていうのを言う。あ、そうですね、そうです。皆さんあのね、うん、屋外にまず出たい。出たら季節は何ですか。夏です。メイとサヤが水着になるかもしれない。何言ってるんですか勝手に。水着で方向性が、はい、応募してください。よし、言ってきた。言ってきたじゃないですよ。皆さんお待ちしております。はい、ぜひよろしくお願いします。